はい、どうもです。こんばんは、ポッキーです。ザ・シムズ4実況プレイで、ホモのやつやってたじゃないですか。で、今回もそれやろうかなって思っていたらですね、この下、新ゲームパック、アウトドアを満喫しようということで、ダウンロードコンテンツが来ていたんですよ。なので、今回はそちらをプレイしていこうと思います。なんとですね、クマがいる、クマが。ちょっと、クマ普通にいるんだけど、みんな恐れるよ。どこ行ったあいつ。まあ、やったことでやっていきましょう。で、今回はですね、このダウンロードコンテンツでは、キャンプを楽しめるらしいです。ここですね。はい。では早速やっていきましょう。国立公園。おー、森の聖域。聖域？なんかエロいですね。では、まずキャンプ場に行きたいと思います。では行きましょう、早速。建設する。やっていこうと思います。楽しみだな。いや、やっぱね、シムズ4っていうのは結構街のところで生活してるんです。あ！木がいっぱいあるよ、みんな。BGM このままなんだね、てか。これか。これが元の火か。こっからどうかしていくって感じか。なるほど。楽しみですね。ではやっていきましょう。僕だけの最高のキャンプを作ってやるんだ。やっていきます。よーし、できましたね。完璧です。はい。どうですか？まずプール。やっぱ大自然の中でプール入りたいですよね、皆さん。そしてまあ、一番のポイント。あ、これだけずれてるな。まあこれね、トイレ団らんって言います。はい。まあ、トイレに座りながら家族団らんするっていう感じですね。はい。素晴らしい。ちゃんとこう真ん中にもね、焚き火があって。でね、森の中なのに、すごい開放感溢れてるお風呂。これどっから水は来てるんでしょうね。そしてテレビ。森の中なのにテレビ。森の中なのにベッド。キャンプ感出てません。で、こっちはですね、こっちは若干キャンプ感出しておりましてですね。見てください、この木を切って作った椅子。素晴らしいでしょ？はい。そして、ここが入り口になっております。はい。すごい木邪魔ですが。まあ置いといて、ここは研究施設ですね。はい、ここは、なんかちょっと趣味の悪い机。はい。で、完璧でございます。はい。奥のすごい気になるこいつはですね、後からわかります。ということで、完成かな？ワールドマップに戻る？よーし、何やってんだ、お前たち。なんでそこで二人立ってんの？お前スリッパ来てる、スリッパで。どうしてお前。頼むわ、大輔。スリッパ出てこないで。かわいいスリッパですね、それにしても。まあ、そんなことはどうでもいいんだよ。出かけましょう。で、どうやって出かけるんだろう。お出かけありますね。よーし、着いたぞ。心配だなぁ。なんか汚れてない体。どうした人がポッケ。ドロッドロだぞ。大丈夫か？ああ、普通にもうなんか生活始めたぞ。さあ、楽しみですね。はい。トイレ団らんは、もういきなり入っちゃったお風呂。そっか、いきなり入っちゃったか。オッケーオッケーオッケー。もうご飯食べてるし、いきなり。うん、とても愉快って。よかったですね。陽気か。とても陽気。来た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 。皆さん見てください。お前そっち向いて。火をつけて。はい。あ、くつろぐってある、一緒に。一緒にくつろぐ。ああ、いいね。ひそかポキドくつろぐ。あ、トイレ、やっぱ、あれなんだ、ちゃんと座りながら温まるんだね。ねえ、よかったよかった。完璧ですね。あー、立っちゃったか。座ってほしい。水を流すってお前、水流してなかったのかよ。流してくれ、頼むわ。なんだこの二人。なんだこの二人。そしてね、熱くなったり燃えたりしたらすぐここ飛び込めるから。ね、素晴らしい設計でしょ、僕の。完璧ですね。巧みに間違いはなかった。何回トイレするんだよ。座ってほしい。一緒にプレイするってある、なんか。あ！ゲームか、これ。なんかのゲームっぽいですね。あ！これまさか、投げ輪か。輪投げ？輪投げってなんだ？投げ輪ですね。さあ、二人でプレイしてくれ。どっちがうまいか気になりますね。お！大好きいった。大好き！一投目！投げました！投げない！まだ投げない！まだ投げない！溜めて！うん、溜めた割にそれかよ。さあ、二投目。何かつぶやいております。余裕と今つぶやきました。二投目。こいつ才能ないな。さあ、ひさこポッキー、期待の新人です。ポッキーの第一投目。今、投げます。まだ投げない。今投げた。ひどいですね。大好きよりもひどい。今二投目。今投げる。投げた！なんで喜んだ？うん、失敗した今完全に。来たー！皆さん完成しましたよ、こちら。
ロケットです。そう、ロケットの打ち上げ施設ね、なぜか作れました。はい。ひさかポッキー、天才かもしんない。これね、なんかロケット本当に打ち上げられるらしいですよ。はい。僕の宇宙への挑戦は始まった。誰で泳ごう？あ、来た！感動の瞬間。うわははは。いかついな。髪型はどうしても崩れないようですね。プールに入っても。うん。そしてこだわり、絶対帽子をかぶらない。ほら。大好きはちゃんと帽子かぶってんのに、ひさかポッキー絶対かぶらない。あ、二人で食べてますね。オッケー。いいねー。なんで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 、どこ行くのどこ行くの、まさか横に、うわ感動の瞬間。あ、てかちょっと待って、俺さバカじゃん。これいらねえじゃん、よく考えたら。気づかなかった。これいらねえじゃん。マジかよ。これ椅子あるじゃん。あ、マシュマロ焼ける、みんな。この、ここで、キャンプファイヤーで。え、そういうの好きなんだけど、焼いてみて。あ、そこに座る？あ、かわいい！すごいかわいい！焦がすなよ！すごいポッキー。いい加減に焼けよ、いい加減に、って、いい感じに焼けよ。よーし、いいぞいいぞ。美味しそう！すごい美味しそう！え？どうだ？味は。なんでこいつ緑なんだろう、肌。あ、もう一個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 。味はまだ言ってくれないですね、感想を。うん。でも二つ目食べるってことはやっぱり美味しいってことなんですかね。まあもう一口食べてみた時の顔を見て判断しましょう。まずそうですね。最悪じゃねえか。おいおい。大好き今、トイレに行きながらなんか焼いた。最悪、最悪。トイレにいながらウインナー焼いてる。おい、お前、それ意味深すぎる。もうどういう状況だよ、これ。もうやばい、やばい。こいつは、こいつは天然でやってると面白すぎる。モザイクかけるとこ間違ってるか、ここだから、どっちかっていうと。なんだこれ。なんだこれ、なんだこれ。で、この状態でそう、焼くって選択するとホットドッグを。ホットドッグを焼くと選択すると、二人で多分ホットドッグ焼き始める。焼いてくれませんね。あ、焼いた焼いた焼いた。見てください、皆さん。これがトイレ団らんです。素晴らしい。これが真のキャンプファイヤーだ。誰にも文句は言わせねえ。モザイクかける位置間違ってるとも言わせねえ。とんでもねえ状況だ。見たか、みんな。これがシムズだ。とんでもないゲームです。皆さん。できてきましたよ、ロケットがだんだん。でも、終わりも近づいてる、このキャンプの、休憩の、休憩ってか、休みの終わりも近づいてる。あ、完成した、来た？来た！宇宙を探索する。マジで？行っとく？ひさかポッキー、宇宙に行く。行ってきます。あ、見せた！大輔で選択しちゃってる、俺。ちょっと待って。ひさかポッキーで来たよ、俺は。うふなことをする？え？あ、え？あ、押しとけ。え、あ、大輔、嘘、嘘、大輔、え、嘘、ひさかポッキー置いてかないで、寝てるのに、まじ、うるせえ。嘘だろ。そして大輔は星になったのだ。そのことをひさかポッキーはまだ知らない。入ってきた。おお、そう、おい、何やってんの？え、大輔、生きてるよね？ね、嘘？いや、よかった。生きててよかった。宇宙服持って大丈夫？うわー、ハゲてる。あ、元からか。よ、あー、もうこんなことしちゃって。でも楽しかった？よかった。無事ですね。もういきなりもう、つけたけど。そのことを、まだ、ひさこポッキーは知らない。ずっと寝ていた。なんということだ。あ、終わりましたね。休暇終えましょう。よーし、楽しかった。ほんとに。はい。素晴らしい休暇でございました。一日のね。いやー、一日にしては長かったね。宇宙にも行ったね。トイレなんとかもしたね。ってことで、ご視聴ありがとうございました。シムズ4、キャンプ。
番外編でございました。また次回はね、このシリーズ、ホモシリーズを、またやっていくんで、もしよければ、ご視聴お願いします。ということで、もし動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してってね。ではまた次回お会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。